どうも、まこなりです。渋谷で従業員200名程度のテクノロジー教育の会社を経営しています。今回は転職で失敗しちゃう人、転職すべきタイミングというテーマで話をしていきます。3つ話します。まず転職で失敗する人とは、市場価値を上げる転職とは、転職すべきタイミング。まず転職で失敗する人とは、自分は転職で失敗しちゃう人はいろんな理由があると思うんですけども、特によくあるのがこの2つだと思ってます。まず1つ目が人生の軸がない人。そもそも何のために転職するかを考えるには、自分の人生をどう生きていたいのか、この軸がないと、判断できないですよね。にもかかわらずこれ明快じゃない人がすごい多いんですよ。なんとなく今の職場に不満があるっていうだけで、自分がどう生きていたいかを明快な自分の言葉にしてない。自分の人生に成功の尺度がないのに、転職で成功したかどうかなんて判断できるわけないですよね。別にすごい明快なプランじゃなくていいんですよ。自分だったら誰かの人生を変える機会を作るというモットーがあります。そのモットーに伴って行動した結果、全ての人が幸せに生きる世界を作るっていうビジョンもあります。全ての意思決定がこれに沿っているかで決めてるんですよね。結果的にやるべきことが絞られて一点に力をかけることができるんで、軸がなくやってる人たちに負けることはありません。なんでまずは明快じゃなくてもいいんで、何かしらの言葉にしてみることをお勧めします。それがないと絶対転職うまくいかないです。2つ目が成長にとらわれすぎちゃってる人。もっと市場価値を上げないとやばいやばいと思ってる人、もっとスキルが上がる仕事をしようとだけ思ってる人、こういう人はどんな職場に行っても満足できなくて転職をずっと繰り返します。私はちょっと極端ですけど、一切ね成長を求めることはやめた方がいいと思ってます。これは成長できる環境を求めてはいけないというね、以前出した動画でも言ってます。ただ現実的にはそういった覚悟を特に若手のうちに決めるのはむっちゃ難しいです。誰かの作った明快なこのレール、これがない中でも自分で道を切り開いていくんだと腹をくくるには、成功体験から来る自分への自信が必要です。なんでまだ勇気が持てない、好きなことが決められないという人には、まずは自分の市場価値を上げてみるという観点で転職活動をしてみるのもありだと思ってます。ただあくまで成長はいつか心からやりがいに感じられる仕事を見つけるためだと、その通過点として成長するんだということを理解してほしいです。次に市場価値を上げる転職とは何かについて、もう繰り返しになっちゃうんですけど、市場価値の奴隷にならないでほしいです。ある程度自分はどこでも通用するな、食っていけるなって思えたら、もうそれ以上上を求めてもキリはありません。実際大学の研究結果でも年収600万以上になってもあんまり幸福度は上がらないと言われてます。なんでここではまずは自分自身が持てるレベルまで市場価値を上げるにはどうしたらいいかという話をします。これ結論はルールを作れる余白の大きい仕事がおすすめです。例えばほとんどマニュアル通りに商品を売ってるだけのセールスマンって、この仕事って本当にどこでも通用するのかなって思っちゃいますよね。万が一クビになっても自分大丈夫かなって。ただ実際はね、その人を自分の小さな殻に閉じこもっているだけで、自分で主体的に動けばどんな環境でもルールは変えられるし、チャンスはあります。まあ究極的にはそうなんですけど、頭の固すぎる上司がいたり、あまりにも組織が大きいとただマニュアル通りにやれという話にもなりがちです。私が繰り返し言っていることですけども、市場価値を上げるっていうのは答えのないところに答えを作っていける、そういった人材になるということなんですよね。例えば経営者はゼロからどの市場をどうやって攻めるか考えないといけない。ノーベル賞をもらう人はこれまで誰も発見したことがない、もしくは誰も取り組んだことがない、そういったことを実現した人たちですよね。なんでそういった自らルールを作る側に入りやすい環境、そこを選ぶことが何より大事です。具体的にはこれもいつも言ってることですけど、これから伸びる市場、まだスタンダードが確立されていない仕事がおすすめです。1個だけここで重要なポイントを話しておくと、現在進行形で成長しまくっている会社はもうすでに仕組みが確立されていることの方が多いです。全て仕組み化されているからこそ、どんどん拡大再生産して売上が伸びているわけですよね。だからですね、今急成長ってメディアに取り上げている会社よりも、まさにこれから伸びようとしている会社の方がおすすめです。短期的には年収は下がってもいいと思います。ただ何度も言いますけど、市場価値を上げることだけが転職の目的ではないんですよ。自分がその仕事に 100% 納得して心から意義を感じて働けることが何よりも大事ですからね。その点を絶対忘れないようにしてください。最後に、今転職すべきタイミングなのかわからない、ずっと悩んでるっていう人、たくさん声を聞くので話したいと思います。結論から言うと、転職した方がいいです。経営者の自分が言うのはおかしいと思われるかもしれないんですけど、もう今の時代ね、転職するのは当たり前です。私は転職大賛成です。もちろん社員には辞めてほしくないですよ。でも辞めるなって言っていいことなんもないんですよ。経営者としては、うちの社員はいつでも辞められてどこでも通用するけども、それでもこの会社にいたいって思ってもらえるような職場ビジネスを作るしかないんです。だからうちの会社だと成長したい人っていうのは一切お断りで、完全に会社の理念とその人の人生観がマッチする人だけを採用しています。話を戻すんですけど、転職したけども前の会社にいた方が良かった、失敗したって思っている考え方自体がもうオワコンなんですよ。これだけ人材流動性が上がって、大きい会社であってもすぐに淘汰されてしまう時代、そんな状態の中で一社にしがみついていこうという考え方自体がその人の価値を下げてます。もちろん転職した先がとんでもない社長、とんでもない上司だったら後悔するでしょう。でもね、そんなの 100% コントロールできないですよ。例えば恋愛でものすごく好き
きだった相手、いざ付き合ってみると全然違ったってことよくありますよね。そんなことビビってても前に進みません。じゃあ最初に付き合った人と絶対結婚するんですか？そんなことないですよね。転職も同じです。ダメだったら前向きに捉えてそこから学んで次に行くしかないんです。もしあなたが職歴が重視されるようなエリート街道を進んでいるっていうのであれば話は別です。そういった人はね、まさにピカピカのキャリアを作ってほしいと思います。これを見てるあなたもきっと東大卒の官僚だったり外資系のバンカーではないはずです。もしいたらね、逆にありがたいのでね、ぜひコメントください。なんで私は迷うくらいだったら転職して外の世界を見てみる方が絶対にいいと思ってます。これは自分の社員に対しても同じように言えます。だからこそ本当に働きがいのある会社、ずっとここにいたいと思える会社になるように自分は努力します。いつまでもここにいた方がいいのかなって悩んで隣の芝がずっと青く見えてる状態、これはねすぐにやめましょう。本当に芝が青いかどうかは行ってみないと絶対分かんないですからね。外に行ってみてやっぱ今の会社が良かったなって思うんだったらまた戻ってきたらいいじゃないですか。もしそれが受け入れてくれないような会社だったらはっきり言ってそんな会社もオワコンですよ。なんで現状維持だけは絶対にやめて、悩んでる人こそ外に出て自分の価値観を更新していくことをお勧めします。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは仕事、人生に役立つ話をできる限り分かりやすく短く配信しています。もしまだチャンネル登録してないという方がいればこれからも役に立つ情報をどんどん配信していきますので見逃したくない方ぜひよろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。